こんにちは、ちか先生です。はい、今日も一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。えっと、今日のレッスンは JLPT N3 の文法グラマーですね。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ3番。皆様の熱い声援優勝することができました。熱い声援ってわかりますか声の応援。声の応援。 応援はい。応援。頑張れこの声の応援が声援ですって。熱い声援だから、もう、あのー、一生懸命ね、するのが熱い声援。で、その皆様の熱い声援があったから、優勝することができましたっていうことですよね。はい。あんな、それがあったから、ありがとうという意味だったら、 これですよね。はい。のおかげで優勝することができました。からなんですけど、これはあのー、ありがとうの意味があるんですね。はい。だから、これです。はい。がきっかけで、まあこ、がきっかけでは、それで始めましたっていう意味だから、ちょっとおかしいですよね。 次第で、次第でっていうのは、あの、この時はこう。この時はこうっていう、あの、まあ、depends ですね。depends on 何々。でも、これおかしいですよね。声援が depends。おかしいですね。で、せいで、これ同じ意味なんですけど、これはダメな時、悪い時、悪い意味。悪い意味。あ、次第ではこれは。 だから、えっ、ー、と、のせいで、例えばね、声援がうるさかったせいで負けちゃっただったらいいです。これはあの声援が悪いって言いたいとき。でも、これは優勝のことですから、そのときはこっちがいいですよね。はい。OK ですかはい、では次です。えっ、ー、と、台風が近づく何々。 風が強くなってきました。えっ、ー、と、これは台風が近づくのと同じの時に風も強くなってきた。はい。台風が近づく、風がもっと強い。もっと近づく、もっと強いでしょその時はこれです。はい。に従って、まあ、この A の時は B もこうなる。A がこうなると B がこうなる。 はい。というときですね。はい。A が右、B も右。A が左、B も左。みたいなときですね。これが従ってですね。はい。まあ、これは、あの、だんだん変化することね。はい。何々すると、だんだん変化。はい。にとって、 台風が近づくに対して台風が近づくに関してこれ全部おかしいんですけど、まあ、意味としては、まあ、取っては for って感じで対しては toward って感じでえっ、ー、とに関してが about 何かおかしいですよねはい、はい、じゃあ5番彼がまだ戻ってこないのは何か問題が発生したからに何々はい 彼が戻ってこない。まだ戻ってこない。例えば、えっ、ー、と、5分で帰ってきますねって言ったのに、もう30分だよおかしくないねこれは、まあ、私が考えて、いや、何か問題があるんだよ。と、自分で絶対そうって思っているんです。の時は、そういない。 そういないの漢字がねまずこれです。そういない。これでそういない。だから意味は違いない。と同じです。違、はい、いない漢字がね、はい。と同じ意味。だから絶対そうだと自分が思ってる。自分がでもね、本当に絶対そうだって。 と思ってるだけですね。自分が。思ってるだけ。本当かどうかは分からないけどね。はい。で、これで自分がそうだと思っている。漢字を見るとね、分かりますよ。限らないはこれでしょ。応じないはこれ。はい。過ぎないはこれは。はい。で、違いますよね。違うかもっていう時でしょ。限らない。発生したのは違うかも。発生しても私知らない。 発生したのは、えーの、そんなに大変なことじゃないとかね、そういう意味なので、全部違いますね。はい。絶対そうっていうときは、そういない。はい、レッスンを見てくれてありがとうございます。Thank you for watching.This is an exclusive lecture for my JLPT course members. Members have unlimited access to all my exclusive lectures. This week, we reviewed JLPT N3 grammar, and next week, we will focus on N2 grammar. As a member, you can ask me questions anytime and submit your homework for personalized feedback and collections. If you're interested, join my JLPT course today! mattemas